丸山古墳は奈良県柏原市店町五条山地大慶町にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、公園部墳町は区内町によりうねび両母山高地として両母山高地に事情されている。また区内町事情部分を除く古墳全域は国の史跡に指定されている。奈良県では最大、全国では 第六位の規模の巨大古墳で、大王墓としては、最後の前方後円墳になる。丸山という名の通り、以前よりこの古墳は単なる円墳とされてきたが、下記調査の通り極めて大規模な前方後円墳で、ある。築造は六世紀後半と推定されるが、埋葬者は不明。金明天皇と北志姫の両母であるとの説もある。古くは、五条や丸山古墳と呼称されていた。 明治時代になり、瀬丸山古墳の名称で呼ばれるようになったが、地元においては、公園部は五条や町、前方部は大景町が大部分を占めているため、瀬を全地する故障は適当でないとして、現在でも丸山古墳と称されている。古墳は、丘陵上の傾斜地に設けられている。極めて大規模な前方公園墳であり、全長は318メートル。 前方部高さ15メートル、幅210メートル、後円部の計155メートル、高さ21メートル、前方部の幅210メートルに及ぶ。これは、蛍光天皇陵を上回って、奈良県下では、最大、日本全国においても河内大塚山古墳に次いで6位の規模であり、古墳時代後期後半に築造されたものの中では、最大の規模を誇っている。また、 横穴式石室の全長は28.4メートルで全国第一位の規模である。沿道は1枚の長さ4.8メートルの巨大な自然石6枚で天井を覆い、長さ20.1メートル、幅1メートル以上、高さ1.5メートルほど。原質の長さ8.3メートル、最大幅4.1メートル、高さ4.5メートルある。内部にはくり抜き式型石管が二機。 L 字型に直行するように置かれている。原室内には約1メートルの土砂が堆積しており、石管の実については詳細は不明だが、王管は、蓋の長さが2.42メートル、幅1.44メートル、高さ0.42メートル。全棺は、蓋の長さが2.75メートル、幅1.41メートル、高さ0.63メートル。材質は、 流門岩室溶血業海岸で加古川付近の達山石。通常石室は円墳の中央に置かれるが、丸山古墳では中央から20メートルほどずれている。石室を作る際の石が大型化する中、かつ横穴式を目指したことで中央まで横穴を掘れなかったのではないかとする説もある。成石図詞中の図を一部抜粋左下が、丸山古墳。 右上は石室及び石棺の詳細丸山古墳のステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成埋葬者が誰であるかは近世の江戸時代中期頃から論争があった天武天皇と児童天皇の合同量としては丸山古墳とする説と南西に 1km ほど離れた場所にある 野口応募とする説とに分かれていた。江戸時代後期から明治時代にかけて幾度か石室内部の調査が行われている。完成8年、これのり実験機で、筒見これのりは、水が腰に及ぶ中、原質の長さを3畳、幅1畳半と計測した。河江元年の北浦帝生、打牧場にも記録がある。河江7年、津久池吉景、成績図紙によれば、 石室内には二つの家型石棺が残されており、入り口側は石室右によって主軸と平行に奥側は横を向いて置かれている。沿道は段々奥低く水溜まれり、天井石6枚、長さ14枚。検室は天井石3枚で長さ島、幅3間と記されている。安政2年には脇坂安成が沿道の長さを 奥行き11件3尺4寸、現実は3件、幅と高さ2件半と計測している。明治時代に入ると、造幣局中造技術伝授の、親とい外国人として来日し、趣味として古墳調査を行ったウィリアム・ゴーランドは、日本最大のドルメンと評価した。記録によると沿道は巨大な自然石6枚で、天井を覆い、長さ約60フィート、高さ8から10フィート、 幅4から8フィート、壁は巨大な荒い自然石を積んでいる。沿道を40フィート進んだところで、内部に4フィートほどの深さで水が溜まっており、現室には進めなかったが、かろうじて水面に顔を出している2つの家型石棺要素を観察した。出土品は多くが大英博物館に保存されている。これらいくつもの調査にもかかわらず、 江戸時代末から明治にかけて行われた天皇陵否定作業では天武、地頭御同領との事情と解除を何度か繰り返して確定しなかった。しかし明治13年、戸賀能の鉱山寺から阿富区の三陵記という長所が発見され、その中に鎌倉時代に野口王母古墳で洞窟があり、その古墳内の様子を詳細に綴っていたことから、 宮内省によって二人の天皇の合同領指定は野口王子と自乗され、丸山古墳は最終的には天皇領指定を説かれ、公園部上段の一部が領母山高地に指定された。指定解除後の調査で公園部より出土した、東式教が現在京都大学文学部博物館に所蔵されている。宮内庁の実測調査時に特徴から、 田辺変年の TK43 形式の末期編が出土しており、後内市6世紀半ばまでに築造された古墳に見られる、埴輪は一つも発見されていないことからも、築造時期は6世紀後半であるとの説が有力視されている。350年間続いた巨大な前方を、公園墳時代から横穴式石室古墳への過渡期を示す重要な古墳である。平成3年、 柏原資材中の児童が友人と遊んでいた際、同古墳の柵外において横穴式石室沿道への入り口を発見した。数日前の大雨で古墳の土砂が崩れて穴が露出したものである。この話を聞いた児童の父親は5月30日、早朝の出勤前に自身の子と共に沿道を通って内部に入り、カメラで石室内部を撮影した。 父親から連絡を受けた大阪の朝日放送が撮影した写真の解析を東海大学情報技術センターとコニカの共同作業によって行った。寸法については撮影者の子供が写っている写真を元に解析し決定された。江戸時代の記録通りに配置されていた家型石棺はどちらも蓋近くまで泥で埋まっており、蓋につく縄掛け突起の特徴から 手前の石棺は栗抜き式で6世紀の第3四半世紀に、奥の石棺は7世紀の第1四半世紀にそれぞれ作られたと推定された。花崗岩製の石室正面を巨石の重量は推定100トンを超え、石部太古墳のそれの75トンをもしのぐ大きさと判明した。石室はその石積み様式から6世紀末から7世紀、初めに構築されたと考えられた。 その後、森光一同志社大学教授が12月10日の大阪公演でこの話を取り上げ、12月26日テレビ朝日のニュースステーションの番組内においても撮影された30枚の写真が放送された。おそらくは本物の天皇陵内部を垣間見る機会を得た国民からは強い関心が寄せられた。古墳研究の専門家の間においてもこれらの写真の有する 学術的価値は極めて高いと評価された。その後、翌平成4年8月10日から9月15日まで、区内庁所領部による開口部の閉塞工事に合わせて、簡単な実測調査が行われ、後日報告書が作成、公表された。以前より、地元では、この日の熊の地に、金明天皇陵があるとの確証のない伝承があった。日本初期には、 金明天皇は三代三十二年に没した後、河内古市での上がりの後に、日の熊坂井に、掃除、金明漁には、水戸天皇二十八年に吹き石、森土の記録が見える。現在、金明漁に否定されている、梅山古墳は、丸山同様にかつての日の木熊の地にあり、大規模な吹き石も発見されているが、丸山古墳はこの形跡が見られない。一方で、 日本初期水古期に水古天皇20年2月20日、皇太友人北志姫を日の熊大量に改装し、京の巷に忍び子と建て祭ると見える。この京の巷は、当時の下津道と安倍山田道の交点で、現在の上六交差点にあたり、丸山古墳の北側に位置する。北姫は、近明天皇,皇であり、水天皇の母でもあることから、 改装の理由を夫婦合奏とすれば、やはり、金明漁であった可能性が出てくることになる。このほか当時蘇我氏が付近を根拠地としていたことから、蘇我稲目の名も悲葬者に挙げられている。ありがとうございます。